はい、ということで今回ですね、はい、まあもうユニフォームを着てるんですが、はい、北海道コンサドーレ札幌の札幌ドームに、はい、潜入取材ということで試合当日ですよ今日も。はい、はい、させていただきました。でユニフォームもねお借りして、はい、試合の5時間前、はい、なんですけど、スタジアム内でいろいろとね皆さんにお届けできると思うので早速行ってみたいと思います。行きましょう。本日の試合、北海道コンサドーレ札幌対アビスパ福岡ということで前回毎度の、はい、まさかのカードで、はい、前回の動画で、はい、レスト電気スタジアム、はい、公開させていただいたんですが、あの時も相手が北海道コンサドーレ札幌なるほど。いやでも那須さん札幌ドームとか分かるんですか、そんな。ですね、はい、分かりませんまあでも、はい、この最後に2017年、はい、浦和レッズの時に、はい、まあ、怪我したんですけど、はいはい、まあ、それで終わったんですよ札幌ドームの思い出は。まあ本当になんか大きな試合だったんですよ。三監督がその試合で解任とか、はい、退場選手もたくさん出てとか、まあ、たくさんというか退場選手出て、11対9で戦うとかすごい苦い思い出なんですけど、まあ、今回も、はい、北海道コンサドーレ札幌のレジェンドと一緒に紹介していこうと思って、はい、なるほど、はい、またゲストさんがいらっしゃるということで。ゲストがいますよ。しかも元チームメイトです。なるほど、はい、横浜 F マリノス時代、はい、一緒に戦わせてもらいました先輩でもあります川合隆二さんです。皆さんこんにちは。お願いします。お願いします。現在北海道コンサドーレ札幌のクラブリレーションキャプテン、あってます、コンサドーレリレーションズチームキャプテンの川合です。川合です。リレーションズチームあキャプテン、コンサドーレリレーションズチームキャプテン、はい、をやられてるということで皆さん久しぶりです。久しぶりです。待ってました。お願いします。今作ってもらうんで、はい、小山さんと、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。札幌ドーム内をユージ君に紹介します。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、ですね、ここでホームチームのバスが止まって、こう選手がここから降りて中へ行くっていう、ああやって今試合前に準備されてるホームチームをね、はい、はい、ここから中に、はい、入っていくわけなんですが、リュウジ君、試合前のルーティーンとかありましたか？いや、特にはないかな。まあ、音楽聴きながら、はい、ここから見に行って、ここから来て、まあ、サポーターと方も、あ、普段は何年か、そう、はい、今はこういう状況とかいないんですけど、はい、まあ、いうときは、まあ、ハイタッチしたりとか、っていうのをして、こっちで、こっち入って、ここから、はい、ホーム側の、あ、なるほど、ライスですね、ホーム側の近いですね、はい、まあ、今ちょっとね、コロナ禍ということで、いろいろ動線が引かれているので、まあ、試合前ということもあります。こっちの映像は、はい、チームの方からいただけるということなので、なるほど、ロッカールーム内の映像こちらということで、こちらが北海道コンサドーレ札幌のロッカールーム内ということで、最初バナーが小野伸二さんとチャナティップさんの貼ってありましたね。でこちらがまあロッカールーム内ということで、まあ伸二さんのユニフォームだったり、まあ選手のユニフォームがねロッカールームに飾ってあるということで、まあホームということで、まあアウェーチームしか行ったことはないんですが、やっぱりこうやってみんなでね向き合える形で、このユニフォームを飾ってあるっていう感じでしたね。まあちょっとここはホームアドバンテージという感じはしましたね。こうやってね、選手のロールアップバナーというになります。はい。客室のサインもあります。あ、本当だ。前に出演していただいた中島大花選手。はい。もうね、やっぱ1年目で今年すごい。すごいですね。こんだけ期待されてるというところだと思いますけどね。ユージ君、一押しの選手いますか？荒野選手ですかね。荒野選手。昨年大怪我したんですけど、はいはい、僕が復帰して、うん、まあ、これからコンディションを上げていくだろうという存在ですね。私生活でも仲いいんですし、あ、そうなんですね。僕がいなくても家にいるみたいな。あ、そんなに成長してきてます。荒野選手。ちなみに大谷幸喜選手、あ、そうですよね。はい。グラウンド時に一緒にやらせてもらった大谷幸喜選手とほら、小前選手。はい。ねえ、
こんなかっこよくやってちょっと。そうですね。全然似合わない。いや。そんな感じなんだ、はい。もうちょっと笑顔欲しいですね。そしたらこのあのサポーターのね、共感になりますよね。文句があるときは僕に直接LINE でいただければ。あの記者監督。はい。ね、記者監督ということで。はい。で、まあスタグルとかもたくさんあります。いろいろ。はい。スタジアム内。フラフラ見ていきます。フラフラ見ていきましょう。ああこういうのって何気にありますけど、はい、普通スタジアムってないですからね。そうですね、あんま見たことない、はい、うん、で今小野伸二さんね、はい、ってますけどレジェンド、レジェンド、こんなにねこうコンサドーレ北海道コンサドーレ札幌みたいなホーム色っていうのをよりね試合前に体感できるっていうのはなかなかないですから、札幌ドームならではの、はい、盛り上げ方があって北海道コンサドーレ札幌とファイターズからは、あ、本当だ、一緒にあるっていうことで、すごい、これがまあ、こちらはあのこちらこれが新商品、そうですね、25周年のエンブレムなんかも今年限定ですし、あ、今年限定なんですね。そうです、今年はクラブ創設25周年、このエンブレムみたいですよ、今年限定ですね。こちらそうですね、あのユニフォームとかがあって、はい、ほらジャーナティック選手とか小前選手、浦和で一緒にやってましたけど、はい、ね、ちなみに俺毎回言ってます動画で、選手に気づいてもらいたい方、はい、ユニフォーム好きな選手のユニフォームの番号を購入していただいて、番号を見せてひら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 ってやってください。そしたら選手結構気づいてくれるので、はい、これが気づかせるためです。ということはユニフォームを購入していただきたい。ありがとうございます。お願いします。那須さん何買うんですか今日は。え、あ、何を買い上げ。あ、そう。いきますね。ケイタさんのところでプロテインとか買ってたんでね。確かに買ってましたね。ああ、何を買ってくるんですかね那須さんは。これはあの視聴者にプレゼントした方がいいんですかね。お。お。なんかね。一番高いのって何ですか。なかなかスタジアムで僕まだやったことないですプレゼント。お、今回初で、じゃあいいじゃないですか、はい、まあ、今回記念でということで、はい、じゃあユニフォームを1枚ちょっと購入して視聴者にプレゼントということで。本当ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、何枚ですか。じゃあ1枚で今回はね。あ、今回は、ね、はい、いきなりやっちゃうと、あの次回からちょっとずつ待って見てるやつがいるから、ね、そうですそうです、見ていただける方がいるので、これで3枚5枚っていうとおらっていう。なるほど。サインもリュウジ君と、じゃあ僕と一緒に。僕もちろんですよ。書いていいんですか。ねえ、那須さんがコンサドーレの僕が書くのはちょっとユニフォームにサイン入って、それが面白いですよ、ね、面白いですね。でプレゼント企画ができちゃった、できちゃったっていう。でもまあこれはサッカー界に貢献の一つの報道ですもんね。そうです、本当にそうです。じゃあリュウジ君にサイズを選んでいただきましょう。何サイズ、どれがいいかな、何サイズの、しかもえこれ番号じゃなくて、あ、そうですね、番号っていうかレプリカのこのシーン、やっぱりなるほど XL が無難じゃないかな。 XL ちょっと XL だと、そうですね、ちょっと大きいですもんね、僕が180円で、はい、XL で、じゃあこれをお買い上げということで、お買い上げということで、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者1名様に概要欄からこうね、はい、あのプレゼントできるような形しておりますので、はい、僕と龍一君のサイン入りということで、はい、那須大輔チャンネルへの熱い気持ちを書いていただけたら、はい、そうですね、もしかしたら当たりやすいかもっていう、1名なんで難しいです、はい、もちろんチャンネル登録もしなきゃもちろんしていただいてということで、北海道コンサドーレ札幌を応援していただいてということで、よろしくお願いします。こちらですね、ぜひ皆さん、はい、チャンネル登録お願いします。これから行くのはラグジュアリーシートといって、通常100万円で売られてるシート。100万円。100万円です。そうです。はい。シートがもう違う感じですからね。え、これ一組ですね。これ一組で100万円になります。わあ、いいシーンですね。ちょっと遠いね。はいはい。
うわ、すごっ。え、マジで。なんかアメニティもついてるんですか、これ。シアセイカー様のお菓子ですね。へー、すーごい。ね、ここユニフォームも、はい。すごいルームですね。いや、スタジアムによってビップルームの作り方とかも、うん、全然違うね。違いますね、うん、こっちはラグジュアリーシートなんですけど、ここはスイートシート、うん、おー、すげー、すごい、すごい、すごい、しっかりコロナ対策のアクリル板、はい、うん、で、だからあれですよね、これ、野球とサッカーでこうイメージ入れ替わる、そうなんです、ありがとうございます。スイートルームでした、ここは。スイートシートか。スイートシートでした。ちょいちょい間違えた。見てたからね。はい、ということでですね、ここは選手が整列することということで、アウェイチームとホームチームが来て、ここに整列しますよね。はい。で、ホームがこっちかな。ホームがこっち。で、アウェイがこっち。ダゾーンでよく見る絵ですね。で、ここで、選手入場ですって言って、ここから入ってきて。感じですね。でちょっとまあ試合前ということで音響がね、今いろいろこう激しく鳴ってるので、はい、ちょっとそこはご了承くださいね。はい。ここを通ってこの後数時間後選手たちが帰って試合を行っていダメです。ここでの思い出でなんか一番記憶に残った試合ありますか？2011年の最終戦、FC 東京戦だったんですけど、まあ4万近くのファンサポーターが入っていただいて、もう本当にね、サポーターに勝たせてもらった試合。数少ないんだけど、そういう試合って。絶対勝つなっていう、もうやる前から分かるような。体感してたっていう。そうそう。で、その試合で勝って、J1 昇格を。なるほど。この日だったらすごいだろうね。すごいですね。もうね、全然声聞こえないですよね。ちょっと、ブワーって感じ。地響きみたいな感じ。でも本当そう。ゆうちゃんにとっては、もういい思い出だったっていう感じですけど、僕にとっては何度も言いますけど、最悪な思い出で、ここを去ってったっていう。どうですか、久々の。久々はちょっとうずくんですよね。ハムがうずくんですよ。まああのね、スタジアムでこの試合の前といったら、まあ、スタグルでも楽しめるということで、はい、いや、いろいろありますよ、スタグル。スバーガーだって、モースバーガーとか、はい、インザライオンとか、インザライオン、はい、ケンタッキーとか、ケンタッキー、有名なものしか、有名なところがたくさんありますね。はい、見てください、あのロゴ、モスバーガー赤いっすよ。あ、確かに、いつも緑っす。緑か。これはこの色にしたんですかね。何ですかね。あ、ありますモスバーガーか。いや、僕は見たことないですね。サテルさんの、はい、ホンサーエビ味噌焼きそば、これも後でいただけるみたいですね。狛江印がついてますね。はい、まあ、あの映しきれなかったんですけど、はい、まあ、たくさんのスタグル、はい、これ以外にもありますから、試合前に盛り上がっていただいてということでね、楽しんでいただいて、はい、で試合にね、はい、集中して全集中です。はい、試合はそれまではもうちょっとこっちでリラックスしていただいてということで、はい、続いていきましょう。もう言いたいだけじゃないですか。こちら今からじゃあ実食させていただきたいということで、はい、あのスタグル早速まずはちょっとコンサスパカツ、はい、黒カレーバーガー、まあ、カツにかけてということで、
あとコンサドーレ、北海道コンサドーレ札幌さんにかけてということで、はい、じゃあ早速ちょっといただきたいと思います。うわこれ美味しそう、見てこれ。いただきます、いただきます、実食します。うん、美味しい、これ美味しいですよ。スパゲッティとカツとパンの味わいがちょうどいいです。食材言っただけじゃないですか今。マッサン、これ食レポ大の苦手です。存じ上げております。スパカツってね、釧路、北海道の釧路の名物でもあるんです。そういうところも取り入れてると思います。なるほど、スパカツとかこのコンサとかいろいろかけてるんですけど、はい、ただ掛け合わせてるだけで味がしっかりしてる。やっぱ今日も出ちゃってるじゃないですか。味がすごいしっかりしてる。こちらはコンサエビ味噌焼きそば、はい、プリンスホテル札幌さんのスタグルということで、はい、これは小前選手の推しですね。はい、うん、エビ味噌のいい匂いがしますね。じゃあ早速いただきたいと思います。エビの味めちゃめちゃ濃厚、美味しい。これ今のすごく伝わったかな。伝わりました。そう思います、うん、はい、うまいです。めちゃくちゃエビの味が効いてると。めちゃめちゃ効いてます。見た感じはあれですね、細麺な感じはしてますよ、うん、なるほどな、まあ、そこから違いますね、はい、野菜の味もしっかり入ってますし、うん、子供なんかにも食べやすそうだなって感じはしますね。ではいただきます。うん、うまっ、これうまいわ。その一言。あんま変わらんじゃない。エビ好きの方はもう本当に絶対おすすめ、うん、絶対おすすめ。これはで3品目、はい、頑固親父のカレーさんから、はい、赤黒ストロベリーココアということで、はい、いやーこれは美味しいに決まってるでしょうね。いきます。うまい、これうん、これ美味しい。あのね、うまくしか聞いてない。甘すぎず、はい、すごく飲みやすい、うん、美味しい、うん、ちょっと先輩お願いします。甘いのそんなに得意な方じゃないですよ。あ、そうなんですね。ちょっと飲んでみます。はい、なまらうまい。なまらうまい出ました。なまらうまいわ。甘いもの好きじゃない人でもいける。あ、そうですよね、うん、いや美味しかったです、ごちそうさまでした。先ほど買ったいいですか、日本に那須さんどこに入れる。あ、もう人に入れてくれ、あの横とか、はい、こちらの方、はい、じゃあちょっとプレゼントということで、はい、皆さんと、これレアですね。レアですね。すごいユニフォームが出来上がりましたね。今シーズンのね、日本の1名の方に、はい、ぜひぜひ応募いただいてってことですね。はい、まあ、子供が、そうですね、子供が遊べる遊具があるということで、はい、小さい子供たちを連れてきても楽しめる空間が、ね、うわ、これは喜ぶ。これ結構なあの遊具ですよ。確かに結構でかいですね。いや結構でかいです。これは楽しいですね。これ楽しいです。これ有料レベルですよ、この遊具の感じ。はい、ベビーコーナーってことで、はい、ここは2歳まで、ほらこの部屋で遊べるのは2歳までだよって。はい、2歳までみたいです。でもこういう場所も設けられて、来場してくださる全てをもてなそうというで、あの感じが伝わりますね。これで今試合の2時間前、ちょうど2時間前ぐらいですか、はい、まあ、コロナ禍ということで感染症対策というところで、はい、こちらは入場しまして、ここで荷物をチェックしていただいて入っていって、でチケットをここをこちらで出して、ここは半券を自分でちぎってこちらでこの中に入れるってことで、サーモグラフィー検温、はい、していただけるということです。まあ、ここを通って検温していただいて、パンフレットヘッド、はい、で、でアルコール消毒をこちらにして、はい、中へグッと
形になっております。なるほど、はい、入念にコロナ対策が行われているわけですね、はい、安心して観戦していただくということ、こちらクラブ創設25周年記念展示ということで、こちらね、ウワンカップとか、いろいろなカップがね置かれてますね。25周年の、はい、25年のね歴史がこちらに飾られてるということで、で、あ、クリバーサリー、まあ、いろんな各選手だったりとか監督だったりとか、あ、中山さん、レジェンド中山さん、はい、中山さん、各レジェンドの方々が、レジェンドの那須さん、ちゃんと俺のいじってくれる。ああ、本当に出てきた。若いな。若いですけど、変わんないですよね。西大吾選手。え、西大吾どれ。ああ、本当だ。これ見てやってくださいよ。はい、今の本人に言ってやってくださいよ。はい、どう思うのかね。なんかコメントがあれば、直接 LINE ください。いや、小野伸二さん。小野選手。はい。まあ、菅もいたり、菅野選手とか、鈴木選手とか。ね、コンサドーレを作ってきた選手たちがこう一面に飾られているという、はい、コンサドーレを作り上げてきた選手たちですね。これから、はい、なんと展望台行けるみたいです。展望台、展望台あるみたいです。はい、ちなみに北斗龍二君、高所恐怖症ですね。で、あの龍二君は柔道の高所恐怖症ってこと。全然ダメです。本当にダメ。結構ない。落ちないですか、絶対。うわ、すごい、これすごい、これすごい、すごい、これはすごい。見てください、展望台。はい、うわ、すごい、これはすごい、これはちょっとすごいな。これちょっとやばいっすよ。これめっちゃ怖い。高所恐怖症。マジでダメ。ちょっと待って、ここまで。ここまで行かない。どこだ、ここまで行かない。ナスさん、俺も無理や。うわー、無理だわ。うわー、これはすごい。ダメだ、ダメだ。無理しなくて、本当にダメだ。高さ、マジでやばい。53m ということで、もうちょっとなりましたね。うわー、あ、見てください、ほら、すごい。伝わるかな、これすごい高さからですよ。おお、怖い、怖いですね。で、あの、これは日本代表チームのユニフォームを展示されてたら、キリンチャレンジカップ2014って書いてあるんですね。はい、うん、おお、すごい、すごい。こっちは余裕だわ。こっちはいいですね。札幌の街が、ああ、一望できてるっていう感じですね。ああ、すごい。これはもう来る価値ありますね。はい、こちら、はい、メモリアルコーナーということで、はい、今シーズンのユニフォームから、ユニフォームから、で、メモリ、あの、この札幌ドームでの試合が、はい、これはアルゼンチン、アルゼンチンのユニフォームだったり、エクアドル、イタリアとかドイツ、2002年のワールドカップに使用された際のということですね。はい、日本代表チームアラスさんとか、はい、さまざまなアラスさんのワリアルコーナーということでね、皆さんぜひちょっと札幌ドームのね、歴史を感じていただいて、お来場していただければと思いますね。はい、はい、北海道コンサドーレ札幌のサポーターの方々にインタビューということで、サポーター歴どのくらいですか。あ、クラブと一緒に25周年です。25周年、はい、クラブと一緒です。一緒に、はい、あの札幌ドームと、あの北海道コンサドーレ札幌の良さっていうのはどういうところにあるんですか。やっぱり満員の時の札幌ドームっていうのが一番、最後にあの今日、まあ、ルヴァンカップのチームに試合するところから一言なんですけど、今日はもうなんとにかく何でも勝ち点拾って、あのほぼほぼ予選通過を決めていただきたいと思います。頑張れコンサドーレ。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いやいやいや、もう、熱が伝わってもありがとうございます。はい、北海道コンサドーレ札幌のサポーターのファミリーの方々ということで、すみません、どのくらいなんですか、その札幌のサポーター歴。まあ、もう20年以上です。じゃあクラブと共に。そうですね。はい、何名か聞かせていただいたんですけど、そういう方やっぱ多いんですよね、クラブと共に。
か。そうですね、ちっちゃい時から自分みたく一緒に応援してきた人は多分辛い時から今みたいに楽しい時から一緒に応援してると思います。あの札幌とこの札幌ドームの良さってどういう時ですか。ドームならではの声が響いたりとか、まあ、臨場感っていうのはすごいあるかなっていうふうに思います。なので今日の試合に期待することで頑張ってますけど、やっぱ2年前の決勝まで行ってきて、はい、やっぱもう一度あの景色が見たいので、うん、まずはグループリーグとかを止めて、はい、突破してくれるように応援したいと思います、はい、ありがとうございます、うん。終了しました。本当に熱い戦いというか、まあ、グループステージの一戦、まあ、重要な一戦だったんですけど、北海道コンサドーレ札幌としてはリードをね守りきりたかったという展開だったんですけど、アビスパ福岡が追いついての、ドローというゲームでした。まあ、平日にもね関わらず4400人以上のサポーターの方々が来てまして、本当に、熱い試合が繰り広げていったと思います。見ていてね、すごく楽しかったです。まあ、だけど、ピッチには戻りたいとは思いませんでした。札幌ドーム、今回、ご紹介させてもらって、ドームならではの醍醐味というか、試合前の楽しみ方というのはたくさんご紹介できたと思いますので、その感染症対策ということも、しっかりされているので、皆さんね、ぜひぜひ足を運んで、北海道コンサドーレ札幌のために応援していただきたいと思います。リーグ戦もまだまだたくさんありますから、ぜひ皆さん、この興奮をね、スタジアム一緒に味わいましょうということで、今回はこの辺でさよならします。ありがとうございました。